71番職人歌合わせとは、中世の歌合わせ。室町時代、1500年末頃に成立したとされる、中世後期最大の職人を題材とした、職人歌合わせ。職人の姿へと、が中止と呼ばれる、職人同士の会話や、工場も描かれていることから、71番職人歌合わせ巻とも呼ばれる。71番。 142職種の職人姿へと、画中士、及び英社が、職人に固くしつきと恋を題材とした左右284種の和歌とその藩子が収められている。職人歌合わせ類は中世前期に制作された、東北院職人歌合わせをはじめ、鶴岡法上会歌合わせ、32番職人歌合わせ、 などの存在が知られ、時代を減るごとに登場する職人の数が増加している。ことから、71番職人歌合わせは、中世紀の社会的変遷に伴う職人の文化を反映させ、これらの職人歌合わせ類を受け継ぎ発展させたものと考えられている。本書中の記述から、五土三角天皇が崩御し、五柏原天皇が戦争した1500年末頃に、 成立したとされる。作者は、複数の上層苦行家人とされるが、その中の一人に、室町後期の道場家人、明日正康が確認され、これによる二十四種が収められているとされる。奥書等から、絵の筆者は、土佐光信、言葉書きの筆者は東坊城和町、家中氏は、山条西實ねと見られている。 職人歌合わせ類における71番職人歌合わせについては1970年代以前まで主に美術史の観点から注目され職人歌合わせ類の変遷を通じて落中落ガイズや浮世絵等における影響関係などが論じられ1980年代以降は多方面から研究が展開されている歴史学においては網野義彦が 職人歌合わせに描かれる、職人図像の分析から、職人の歴史的位置づけを試みる論考を展開し、国文学においては、岩崎義恵による研究が展開されている。東京国立博物館、本、71番職人歌合わせ24番、一服一銭と、戦時物売り原本及び、室町時代の伝本の存在は知られていないが、江戸時代後期には、 多数写本が作成されている。書本の内原形を保つ牧子の全本と評価されているものは、1648年に、小水のノ上皇が、加賀藩主、前田俊常に貸しされた、前田育徳海村行学文古本、これを投射したとされる1684年に、 加が半主億型御殿に伝生し、前田やお抱えの御用絵師によるものと考えられている。金沢聖達三書本、東京国立博物館には1632年に、カラスマ・ミの極め書きし、1846年に、加野春河院、おさのぶ、かのまる河院、まさのぶ親子による写本が所蔵されており、税育本との共通点が指摘されている。また、 山梨県立博物館には、大見国片田藩主、堀田正厚九蔵の堀田文庫本が所蔵されている。他、江戸時代には、明暦三年本、遠京元年本など、各種の版本が刊行されているほか、宮内庁所領部には、遠方三年に、荒井白石が筆写したと考えられている、宮内庁本が伝生し、花は保木市を中心に編纂、校工程が行われた、 群書類獣巻500三増部58にも収録され、区内長本が、定本になっている。書本は、内容の移動から、金文字主体の全域、東白、東成、堀田、半本と、漢字主体の区内長、群書類十本に大別される。現在は、群書類十本を定本に本国されたものが、強化大観本編、新編国家大観第十巻、 新日本古典文学体系61等に収録されている。3巻、資本着色。上巻 33.3cm1849.1cm。中巻 33.3cm1784.0cm。下巻 33.3cm1685.2cm。関東序文12行。 巻絵付黒漆人箱入りで、蓋表中央に、金礼で、職人歌合わせ蓋裏には、職人歌合わせ創始三冠。加賀藩第三代藩主、前田利常による1648年の、箱書きには、絵巻の来歴とともに、師匠の筆者は、上官高倉前大納言、藤原英景京、中間明日海前三儀、藤原正明京、下官白川三儀、 源の宮美鎮郷と記されている。絵巻の編成は、東百本と同じ。三巻、資本着色。杉の二重箱に収められ、表蓋に、天使職人歌合わせ三巻。加賀藩第五代藩主、前田綱森の六百八十四年の式後から、小雲本とも呼ばれる。ゴミ図の天皇家史品を模写したものと内箱の、表蓋に書かれているが、 様々な生意が見られ忠実な模本とは言い難い。師匠は、脳筆で骨筆切れを学んだ後も見られる。絵は、前竹御用絵師によるものと見られ、職人の衣装に、かがまえ竹の家紋の梅の模様が多用されている。布の見返し部分に金霊が施された豪華本。三巻、資本着色。上二千四十点九センチメートル 中間 32.1cm1875.8cm 下間 32.1cm1862.1cm 序文なし月左歌、右歌、半紙恋左歌、右歌、半紙その後に左右の職人像が描かれている上間1から23番中間24から46番 下四47から71番。巻末に1846年に模写した法院、おさのぶ、方言正信の名とともに、右への師匠要素の花冠なり、職人づくシューター合わせ三巻戸作光進出と、極め書きされている。袋閉じ、一冊。表題、71番歌合わせ。師匠等は、ほとんど同一で、班長に二触手を描く。 明暦三年本 25.7cm17.5cm、明暦三定優中東吉信、谷岡七材文行。遠鏡元年、本 25.4cm17.0cm、遠鏡講師中東吉炭鉱と書林屋、田藤八郎。花は保木地を中心に編纂された、軍書類十本は、奥書きによれば絵画部分を、墨吉内機化に伝来し、 門外不出であった写本を門人を派遣して模写させ、歌、詩に関する部分は、新井白石書蔵本に基づいて写され、最終的に、八代広方が聖書したという。山梨県立博物館像に収蔵。資本着色。上、中、下の巻小本で、それぞれ大仙があり、後筆のペン書きで、上、中、下と記される。寸法は、 上管が縦 34.5cm、横 1953.1cm、中管は縦 34.5cm、横 1681.0cm、下管は縦 34.5cm、横 1797.9cm。上、中、下管の構成は、書本と同じ。奥書きや箱書きなど、関連資料は解無であるが、随所に、 ほった文庫の蔵書院が残され、大見片田藩主で若年寄りのほったまさつの収集したほった文庫の急増本であることが指摘されている。書本との競合によれば、ほった本は文言が金文主体である特徴を持つ全育本、東白本との共通性が指摘されるほか、主中の補定は群書類十本と共通している。これらの特徴から、 堀った本は全域本、東白本と同系統の伝本をもとに、八代広方による、軍書類十本の補充を参照して肯定されたもので、あると考えられており、中世から伝来した71番職人歌合わせの忠実な写本であると同時に、同時代の学知を反映させた資料であると評価されている。なお、 群書類十本は序文によれば絵画部分を墨をしない機家の伝本を模写したとされており、群書類十本の一部の職人像は、堀田本とのみ共通する特徴を持つことが指摘されている。堀田文庫を所蔵した堀田正厚は、完成期の大名で、高額の人物として知られ特に和歌には、造形が深い。完成の改革を主導していた松平定信とも親交があり、 完成改革における文教政策振興に携わり、完成重修書家譜の編纂を発案している。彫った文庫に含まれる書資料は原資料の忠実な模写と違本との比較、競合による検証を加えている点が特徴とされ、彫った本の71番職人歌合わせも同様の特徴を持つ。また、マッサーツは軍書類銃を刊行した。 花は保木市とも信仰がある他和学講談所の設立への支援も行っており、彫った本71番職人歌合わせのみならず、彫った文庫に含まれる書本作成の背景には、こうした知的ネットワークの存在が考えられている。模写作業の開始は、漢文金布の完成した、完成6年頃に想定されており、競合作業の開始は、文化11年頃に推定されている。 堀田正厚ーつは、天保3年に死去しているが、堀田本の競合作業は、中途終了しており、未完成なままとなっている。32番職人歌合わせが作られてから6年後に、作られ、32番職人歌合わせや、演技巻き制作に携わった、三条西サネや土佐光信も、また本歌合わせ制作に関わっていると見られている。しかし、内容は、 歌合わせの中では異色の32番職人歌合わせではなく東北院職人歌合わせ12番本の流れを組んでいる。江戸時代後期津村千巻案編の片玉集に明日正康作とされる職人づくし歌合わせとして東北院職人歌合わせ12番本と同職種で本歌合わせに収められているものと告示した24種が収められており、 これを装甲として拡張したものが本歌合わせであると考えられている。二部仕立てとなっており、1番から50番までを第一部、51番から70番までを第二部とし、これに71番を付け足した形をとっており、白紙、文集71巻本の形式を釈用していると見られている。71番に、それまでの芸能者の流れを無視して、 唐突に、巣作り、ところてん売りが現れるのは、巣を、あまりとも呼ぶことから、70番の歌合わせに、あまりとして追加する構成を取ったものと、考えられている。ところてん売りがつがっているのはところてんに巣をかけて、食していたからと見られる。自社の建築に携わる、伝統的食工人に加え、女性工人、バイタ。 生産に直接携わらない芸能者や遊女などより多くの仮想民も取り入れられ近代以降の思考業者としての職人に限れない当時の多岐にわたる職人が歌われている。ガチュ,シュは先行する職人絵巻には見られず当時の職人の生態や時代背景を知る上で貴重な資料となっている。23番ミスヤの工場から この江戸のの新御所への引っ越しが近いことがわかる。この衛生火のご方向印記には、1500年7月28、29日の火災で、この江戸のがある衣装同年9月2日の往復で心臓中の館が、東海、同年12月14日新御所に移ったと、されていることから、本職人絵巻の制作年代が推測される。また、34番。 医師の工場から一条冬らと見られる殿下が薬を処簿しており、ご土三角天皇の病状が伺われる。また、この年には、応仁の乱以来中断されていた祇園会が再行された年であり、四十八番、くせまいは、明王九年六月の京都祇園会のくぜまい出しで、まった女性を読んだものと見られている。本歌合わせと成立の近い、落中落外図以前、 ちょうど歌合わせ、扇歌合わせ、四世の歌合わせとの時代背景を通じた、相関性などにも関心が持たれている。歌は、ジョークで用いられた、職人語彙などの俗名語を、下の句で雅に受ける職人歌合わせに、一般的に見られる構造のものが多く、そのスムーズな意向転換が競われたと評されている。A 社の衆議により、勝敗の判定が下されたと見られ、 伝統的な情緒を柔らかく読んだものに高評価を与え、強化風のものには批判的である。画中島前の一、2は発言の順番。堀田本については、高橋治む、堀田凡、71番職人歌合わせとの対話、堀田昌ツ急増資料を素材として、近世学芸史を読み解く試み、山梨県立博物館研究企業。 高橋、P2 高橋、P9 高橋、P9 高,高橋、ピアニッシモ、12。高橋、P13 高橋、ピアニッシモ、12。高橋、ピアニッシモ、14から15高橋、P15、岩崎義江。文学としての71番職人歌合わせ、井庭崎義江。高橋喜一、阿美野義彦、塩村高校中。 71番職人歌合わせ、新鮮教科集、古今恵比寿曲集、新日本古典文学大計61、岩波書店、P563 から579、57 ISBN978 から40億240万617。ありがとうございます。